はい、こんにちは。今回はウエスタンアームズから発売されていた、ボブチャウスペシャル2ご紹介したいと思います。2の特徴はこのビュッと突き出た、ロングバレルです。はい、で今日ねこの辺並べているのはですね、木栗をねちょっと乾燥したんでそれのご報告とね、あと目的別眼ということでですね、ボブチャウはねコンバットシューティングっていうんですかね、一応まあそういうある目的を持ってカスタマイズされた銃ですよね、もともとね。でウズマはヒバちゃんが抜き打ちしやすいように切り詰められた、これも仕事用の目的銃と。でこのパイソンはね、サイバリオがね、やっぱりスイーパーという仕事を達成するために、まあ、カスタマイズっていうかね、調整された目的別銃ということで、まあ、これちょっと持ってきたのはね、この間ちょっとねなんか中途半端に終わっちゃったね、デシベル測定ですね。今回ねこういうちゃんとメーターを買いましたんで、それを、ご紹介してみたいなと思って持ってきました。はい、で今日もねワインこれですね、この間の万年筆の時の続きですね、同じワインです。 QBA テーブルワインのちょっと上というね、こういう銘柄のものでございます。もちろんドイツのモーゼルワインですね。はい、でこうね並々と継ぎましてね、いただきます。おいしい。昔ねちょっと稽古に来てたドイツのねやつに聞いた時には、ドイツって地方によってはまだ地元のワインをね量り売りでね売りに来るらしいですね。そうするとこの大きな瓶にね何リッターも入るやつにガバガバガバッとついでね、でピクニックとか行く時もね下手すると、まあ、それごと持ってね行ってね、そこで豚肉って言ってたかな、日本で言うとチャーシューみたいな感じのものかな、そういうものをね、つまみにね、あるいはパンに挟んだりしながらねガブガブ飲みますよなんて言ってたんでね、私もね気を強くしてねガブガブ飲まさせていただいております。さてディティールをちょっと見ましょうか。まずちょっとねこの辺をね片付けて、箱はねこういう箱に入ってきます。普通のボブチャウはサイズが、まあバレルがこんな長くないんで、こういう箱ですよね。ボブチャウってここに貼られてるね独特の、箱で、それに対してこれはねバレルが長い分こんなでかい箱に入ってきてね、ここにボブチャウスペシャルとか書いていて、でバージョン2の方にシールがついてると。 B コンプっていうのがバリエーションとしてあるわけなんで、ということはおそらくうちのどっかにいるのかなっていう気がしますね。で大きな箱に入ってきて、まあ、例によって部品は限定品ですよということで、大品交換になりますというようなことが書いてあって、まあ、あとは特に変わったこともなく、はい、こういうね黒箱ですね、大きい方の箱、まあ、ウエストアームズさんの場合はね箱がねそんなに毎回毎回変わらないんでね、で以前も申し上げた通りそれは私は好感は持てますね。積んだりするのには楽です。じゃあ通常のボブチャウとちょっといろいろと比べていきましょう。まずねこれオイルが汚ね、つけすぎでゴミがねどんどん付着しちゃうんでね、まず一番大きいところはね、ここはあれはないですね、ベルトクリップは今回のやつはついていません。はい、もちろんつけようと思えばつけられるんでしょうけれどもね。で、一番大きな違いはまずスライドの側面ですね。こっちはしっかりと元銃の、刻印が残っている状態で、でこの辺はボブチャウっぽく、まず私この銃が実際にあるカスタムなのか実銃の世界でね、それともウエスタンアームズのオリジナルの架空銃なのかっていうのは分かりません。はい、でフロントサイトの形もだいぶ違いますねと。これこんな尖ってんのいいんだけど、これで飛んできたら痛いですね、こっち後ろに来たらね。行く時にね抜けてくれたら、あ逆だ、やっぱりスライド下がりますもんね。なんか確率的に半々なのかはい、そこが違うよと。
あとこの辺まあいろいろとメルトダウンされていますけれどもね、こういう引っかかりがないようにないようにっていうね、もう丸っこく丸っこく、もうこの辺触ってもね、もう痛くないような感じになってますね。はい。だけれどもこれの場合はそれは加工されていません。その分安いのかな、さっき定価見たら2万9000円ぐらいでしたよね。その代わりね、あのサイトがしっかりあの残っているんで結構狙いやすいです、こっちは。はい。で、セーフティー周りはアンビで一緒かな。そうですね。でハンマーもね、こっちはやっぱりちょっとね、まだとチクチクっていう感じですね。こっちはもうハンマーの頭もねペロペロ丸めてありますんで、非常にこの辺も痛くないです。ここはちょっと痛いです。はい。ここすごく痛いと思います、ここ引っかかったらね。手こうやっててずっと抜いたらね、泣きますね、私はね。なんかエッジめちゃくちゃ立ってるんですよ。はい。でそれでターゲットを見た時はこんな感じになるわけですよね。非常に狙いやすかったですね。はい。フロントサイトがね結構ねあのいい感じで見やすくて、で通常のボブチャウチャンはどうなんでしょうかと言いますと、これもまたね狙いやすいには狙いやすいですね。はい。まあ、この辺丸まってても別段視認性はあんまり関係ないんですけれどもね、人間ね基本フロントサイトを見ますからね。はい。で大丈夫ですね、もう一度確認しておきましょうか。この後試し打ち、あ、がっちりしてます、すごく。はい。ということで、サイト周りもしっかりして元銃の雰囲気が残ったまんまの、この辺に少し加工された、ボブチャウスペシャル2、あ、ごめん、ボブチャウバージョン2ですね。はい。作動はね結構あのスムースでっていう感じですね。あと一つここは強調しとかなきゃいけないんですけど、インナーバレルなんですけれども、バレルはこんなに長いですけれども、インナーバレルは通常のガバサイズしかありません。でちょっとね銃口の方を向けますんでね、この間も書き込みね澤田さんだったかなとやり取りしましたけど、やっぱり神経質にならないといけないですからね、ちょっとだけねインナーバレルが見えるところまで持っていきます。あ、ちょっと待って、その前にスライドを開いてマガジンを抜いた状態でお持ちしますね。見えるかな、ほら全然インナーバレル見えないでしょ、こんな奥ですよ、ここまでチラッと見えましたね、もうね、ここまでしかねインナーバレルないんですね、この辺までしかないですね。ですからね初速が上がったりということもないです。逆に言うと、だからじゃあバレルが長いからって言って命中精度が上がるかっていうこともこのモデルの場合はそんなにないと思います。はい。でじゃあね初速を測りましょうか、少しね。こっちのボブチャウはね紹介済みなんでね、もうその時に測ってると思いますんで、今日は初速の方はね、でも比べてみてもいいか。最近ねこうやって比べて2丁打ったりするのをやりながらね、ガスが切れるっていうケースが続出してますね。はい。ちなみにマガジン温度はどちらもね26度ぐらいですね。はい。で今日はまたね、分かりやすいという方のね角度の方に持っていきたいなと思いますんで、初速計のねここを真ん中に持っていけばいいんですよね。キュッとこんな感じかな、なるべくこっち側に持っていった方が見やすいのかな。はい。じゃあねこの状態からね、もうニョキッとここまで来るといい、なんかいい感じの 絵面ですね。ねえ、はい。じゃあ打ってみましょう。おお、入っちゃうな。見えましたかね。こんな感じですね。一発目はね 0.68 ジュールですね。二発目 0.72 ジュール、あ、結構ありますねやっぱりね。 0.68 ジュールでしたね。はい。今のが、
バージョン2ですね。で、通常のね、ボブチャウの方もね、いってみます。0.59 ジュール、 0.58 ジュール、 0.56 ジュール。やっぱりインナーバレルの長さは一緒ですけど、アウターバレルが少しある分、あれなのかな、弾速が多少上がるんですかね。まあ理屈から言えばね、それは分かるんですけれども、まあさほど大きな差ではないですよね。はい、じゃあまたね、忘れないうちにね、私は忘れん坊ですからね、試写結果をね、お目にかけておきたいと思います。と、5メートルからウエスタンアームズの 0.25 グラムの弾を使って、やりましたと。はい、こんなもんですね。最初ね、下の方を狙ったんですけど、これが多分買った時に私調整して真ん中でいいようにしてあるんですね。それが邪道だとかっていうのはまた別にしてね、私はそういう風にしたかったんで、そう調整してあります。で、2回目12発ずつですね、全部。3回目と、こんな感じですね。あの、集団性そのものはウエスタンアームズの標準的なものではないかと思います。先ほどね、私も実はあの、自分で初速なんて測ってなかったんで、測ってみて、ほんのちょっとね、この、バージョン2の方がね、ほんの少し高いなっていうのは分かりました。まあ理由はね、基本的に通常の、ボブチャウの場合は、このバレルを出た瞬間に、ワットもあとも無限大って言っていいぐらいに、面積、それまでは、インナーバレルは直径6ミリですよね、大体ね。で、アウターバレルが11ミリぐらいの空間から、ふわっとここに出た瞬間に、もうあのガスはですね、ここで面積が無限大になりますから、断面積がね、管路の。つまり、Q イコール VA コンスタントですから、流体力学ではね、つまり A が異常に広がってしまえば V はほぼないわけですよね。つまりその時に BB 弾を押すガスの流速は、まあ、ほぼまあなくなるということですよね。まあ、それに比べてこれの場合はインナーバレルはここまでしかなかったにしても、アウターバレルがここまでありますから、そこまで、精度は別にして BB 弾を押し続けるんですね、ある流速でね、ガスはね。ということでね、ガス圧が上がってるんじゃないかと、初速が少し上がってるんじゃないかと思います。ただ逆に、その間管路の中で、BB 弾と一致した系、例えば今このグデ玉君を BB 弾を見たところだとしますと、こうぴったりの状態で押されているのと、こんな緩いところで押されているのと、まあ、何が起きるかというとですね、まず管路の中で、一定の、バレルから外に1回アウターバレルの広さに出たところで、ここに剥離が起こりますから、この辺でね、乱流が起きる可能性がありますね。そうすると BB 弾どんな風な挙動で振られるかっていうのはね、やってみなきゃ分かんない世界になりますよね。そういった意味でもしかしたら集団性はこっちの、つまりアウターバレルとインナーバレルがあんまり差がない方がいいんじゃないかなと、私は個人的に思います。ちょっとね、流体力学に詳しい方いらっしゃったらね、その辺の意見交換は楽しいんじゃないかなと思いますね。要は緩やかに流線を緩やかに開いてやればいいわけですよね。いきなりバッと開くから、そこでね、あの、剥離が起きるんで、剥離が起きないようになだらかに、前お話ししたようなゆったりとしたね、こうゆる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 と広げていけば剥離しないですから、アウターバレルの中にそういう加工をすると面白いのかもしれないですね。まあ、ただ初速が上がりすぎるのは問題ですからね、その点は、お気をつけながらウエスタンアームズさんも遊んでいただきたいなと思います。じゃあ早速今日のね、新兵器のね、このデジタル騒音計デシベルメーターですね。つく？大丈夫？あら？あ、ついてますね。あ、カメラにうまく映んないのかな。ちょっとアップにしてみていいですか？グリグリグリっと。なんか数字出てますね。はい。じゃあまずですね、今からですね、このウエスタンアームズの今回の主役のバージョン2をね、的に向けて打ってみます。マイク銃口のすぐ近くです。上がりますよね、数値がね。113とかって上がりますよね。結構賑やかなんですね。はい。というのがちょっと分かったところで、
まずはこいつらの二丁拳銃の方を片付けちまいましょうか。もうちょっと開くか。こんな感じかな。ちょっとあんまり行くと汚い楽屋裏が見えちまいますんでね。ホールドオープン結構これ見ものですよ。うーわ、的をねバレッバレにしてますね。すっごいでしょこれ。ホールドオープンするした時の姿ね。はい。で今日なぜ持ってきたかというと、このパイソンの方のやつもこいつで測ってみたくて、持ってきました。やってみましょう。こっちはね BB 弾入ってないんでね、これはね。これもね、マイクのすぐ後ろにね銃口を置きます。まずねサイレンサー付きの状態どうですか。110とかじゃん。でねサイレンサーを取ります。少々お待ちくださいね。今サイレンサーの外側のあれを緩めてしまった。サイレンサー自体がバラバラになってしまう。急げ。よし、いきます。はい、サイレンサーなし。どうでしょうか。ちょっと私からねよく見えないんで、皆さんの方にご判断いただきたいなと思います。どうせね、もうちょっと角度変えればいいのか。それだけか。じゃあ多分皆さんの方映ってますね。私の方のモニターちょっと小さいんでね、よく映ってないんですけれどもね。まあ、ちなみにこういう状態でね、あってやるとね、指を鳴らしたりね。あ、こうやって手に持ってやればよかったんだ。はい、サイレンサーなし。115とか113とかいきますね。サイレンサーつけるとどっちなんだろう。すいませんね、今自分のためにやっちゃってますね。ボケ防止にサイレンサーの取り付けもいいですね。キュッ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 と。110いくつ言ってましたよね。これが同じなんですね、ほとんどね。音自体は高音域が、抑えられるっていうことで、あくまであれかな、耳にキンとは響かないけれども、出る音の量は一緒、つまりエネルギーは一緒ってことなんですかね。はい、なんかこういうのも測ってみると面白いですね。これね、かみさんに買ってもらったアマゾンで2000円ぐらいのものなんでね、ちょっとね、どのぐらいの精度があるのかよくわからないんですけどもね、このスポンジも怪しすぎるぜっていうね、はい、どこの国の製品とは言いませんけれども、早くね、製造業を的確なところに戻さないとね、毎度申し上げてるようにね、世界中がね、レモン現象でね、ものすごく品質の悪いものが当たり前になってしまいます。本当にね、せっかく人類ここまで来たんでね、もっともっと先行かなければならないと思うんですよ。ね、物質文明を超えて精神文明と。まずその物質文明が後退してしまってどうするんだということでね。やっぱりね、難しいですけど、我々自身が適正価格で物を買うと。ちょっと高くてもね、いいものを買う。例えばね、安くて2年しか持たないものだったら、ちょっと高くても4年持てばね、原価償却で考えれば、それなりにね、損ではないはずですから。まあでもそれが如実に分かるのは、結構なんだかんだ言ってまだ回転部分が残ってるものですよね。うちなんかにもまだ残ってますけれども、ハードディスク付きのデッキってあるじゃないですか。あれってやっぱり回転部分残ってるんで、やっぱりあの辺のところになるとね、でき不できがものすごくはっきり出ますね。例えばうちのソニーのデッキもう10年以上持ってますけれども、某社の、某国の製品のやつは、3年に1遍ぐらい交換するようなざまですよね。はい、でしょっちゅうね、まあメモリーなんかもリセットしてやらないと、どっかでメモリーリークしててね、途中で動かなくなったりとかっていうのは平気でやりますけれどもね、そういうね、やっぱりいいものをね長く使うっていうね、文化、そういったものも必要じゃないかなと思いますね。特に銃なんかそうですよね。考えてみたらどうですか。
50年とかでも平気で実銃の世界でも持ってるし、まあ、このモデルガン一つ取ったってそうですよね。私なんかが時々紹介させていただいてる20年前30年前のモデルガン十分元気ですからね。そういったね、ある程度ね、そのものの、なんていうのかな、品質っていうものと金額っていうものに対するセンス、私はこれからもどんどん磨いていって、なるべくですね、いいものを、手にしていきたいと、そういうものを継承していきたいなと思っている今日この頃でございます。で今回はね、まあ、リクエストもね、リクエストあったかな、なかったかな、はい、検討されてるって方がいらっしゃったのかな、まあ、それでね、このボブチャウのこれじゃなかったりしてねボブチャウ結構なんか種類あるんですよね。あとうちにまだ紹介してないと思いますけど、銀チャウとか言ってね、シルバーのやつなんかもいますんでね、初期の頃に出たウエスタンアームズの、まあ要するにボブチャウが最初に出た頃の、バリエーションは多分コンプリートしてるはずです。もう私もボブチャウ大好きですんで。あとこれはまだお見せしてないですけれども、 MGC っていうか新日本模型かな、が出したモデルガン版のね、ボブチャウね、なかなかこれがね、握った時の激痛とかね、もういろいろとね、笑い話てんこ盛りなんでね。あと忘れてました、こっちのボブチャウね、グリップセーフティー来てますけど、こっちはグリップセーフティーはキャンセルされています。ということで今回は、ウエスタンアームズのボブチャウのバージョン2ご紹介させていただきました。ではまた。